ラッパーのイエローバックスこと坂口渉さんが大麻取締法違反で逮捕されました。報道によりますと、坂口さんの自宅に大麻若干量があったということで、坂口さんの自宅にいた合計5人が現行犯で逮捕されたということのようです。報道によればこの5人は大麻の共同所持ということで逮捕されたものと予想されます。この共同所持なんですけども、結構な確率で不起訴になることが多い大麻の所持の事件になります。だから逮捕されたイコールもう必ず有罪になるという世界では全くありません。でただ坂口さんの自宅に大麻がどのような形でどれぐらいの量を置いてあったかによって起訴されるか不起訴になるかっていうところが決まってくるのかなと思います。これがたまたま坂口さんの家に来ていた友達、友人、関係者の5人のうちの1人の所持品の中から出てきましたよってことであれば、坂口さんも全然不起訴になる可能性はあると思います。ただこれが坂口さんの家のテーブルの上にダーンと置いてあって、誰もが自由に使えるような状態で置いてあったっていうことだと、大麻の共同所持で全員起訴されてしまうという可能性もあります。ただ本当にこの共同所持事案っていうのは起訴されないで不起訴になるということも非常に多い事案ではありますので、まあ、今後の報道を見守る必要があるかなと思います。ちなみに私、弁護士の坂口康っていう名前なんですけど、坂口渉さんとは全く関係がありません。 Yes sir。